はい、大日料理嬢さんの昭和明け2歳オスでサイズ43センチです。お願いします。はい、昭和オスです。二段模様の、切れ込みのある、模様をしてます。墨の方も、春の時点では墨が少なかったのですが、この夏にかけて、墨が結構、くっきり出てきました。昭和らしい声になってきました。はい、模様もバランスが取れてていいですね。はい、まあ何と言ってもやっぱり取れてるって言わないか固まっちゃったでもまあこの白地のところに墨が出てきて、はい、墨が、はい、出てきました。でこの2段目の切れ込みのところにも、墨がこれから先に出てくる雰囲気があります。はい、元気です。オスですからね。はいはい、はい、こちらは肩口の方に墨が出てきてます。はいはい、紅の方も赤すぎず、朱色っぽい感じで、飼育する感じで、綺麗になってくると思います。でも綺麗です。はい、オスですが細すぎる感じもないですしね。はい、はい、まあ本当にこの、頬の墨と、この肩口の墨がまた出てくるとまた雰囲気が変わってくると思います。はい、いかがでしょうか。大日より嬢さんの昭和、明け2歳オスでサイズの方が43センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。